どうもシャペンです。今回はいやついに来ちゃいましたね、この日が。まあ、右上でずっとねこのカウントダウンをしていたんですけども、もうこれは開幕ということで、まあ長いようで短かったですね。僕毎回この大イベントの前の動画でちょっと浮かれ気分でガチャとか引いてるんですけども、今回引けないんですよね。まあその理由が、昨日の生放送でありまして、まあ一応その切り抜きをまずはご覧ください。どうぞ。はい、当たるよし、これはさすがに最速だ。ただ最速50連ではないんですよね。うわ、49なんか悔やまれるけど、もうすいません、これはもう罰なんで。いや、あ、こんな警告出るんだ、もういいよ。あんな警告あるんですね。いや、そうか、もう絶対明日まで待った方がいいよってことだもんな。これも最終告知みたいな、データ消す前のスマブラとかのデータ消す時ってめちゃくちゃ警告入りますよね。本当にいいですかみたいな。おお、オッケーオッケー。おっしゃ、もう脱身弁な。なんか断ることに出るな。ありがとうございます。見ていただき、出るね。起こせ。おえ何この海の住人。いいですね。ちょっと、もんどり感あるよ。お、ロイズラ。あ、なんかすごいな。いや、なんか最近一発、な、おっちゃんいいって、もうちょっと、もう夜。お、ヘラだ。出がいいな。出がいいけど、おっちゃんよ。酔っ払ってんのかな。あとこっからっすからね。まあでも本当に止まったらやばいんだよな。もう止まったら僕、あとなんだ構え、おっ、なんでこういう時に出る。クリームとこういう系で、てか初めて限定引いた、勝ったんだが、いやこうなるとでもちょっとモンストリーガチャがやばい。いや本当に、おーおーおーおお、ある、え、おい。やばい、やばい、これまでの積み立てで一番勝ってる。いや、また結局デイリー積み立てなとか言おうとしたけど、いや、でこっちっすよ。いや、こっちも本番なんだよな。初めてこれ配信でこういう普通にオーブ使うガチャ引くな。大体ああいう無料ガチャなんですけど、いや今日なんかめっちゃ欲しく出るな、爆死が。マジで、うん、なんなんみ、いや爆死しないだけ全然いい。おお、死者の勝負。これ星玉って上行くんですか。星玉ってないか、そもそも。グッ、おお、オッケー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 、持ってなかったネフティス。いや、なんかめっちゃ手出てるな、すごい。おーし、あー限定だ。おい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 、なんか似てる2人。最重要格と言えるクリムトとシャルで引いてるから完璧に文句言えないんだよな。あー、で終わった気がする、流れ。動画作るぞっていう。あれな、待って、さよなら以外全て揃う。なんかもう、お前さんも2匹目もう上行ってくれ。もう、贅沢言うけど。あ、びっくりした。今びっくり、上かと思った。これでも全然いいんだけど。絶対今、軌道違ったもんね。止まれ、止まって、あはまあ豪華になった。いや、車掌でずっと狙ってたのに、空中転終わったぐらいから。なんでここに来てポンポンポン。はい、あ、いやー、だからもう初っ端な、もう湯水のようになくなっていくじゃん。うわー、これ完全に両足もう沼が両足に入った。しかもなんだお前は。いやー、いや、そうなってくるね。おっちゃんも、いっぱい、水属性おっちゃん多いんだな。なんか顔認識できませんね、なんだ。やばい、僕、顔歪んできたかもしんない。顔認証。これでね、シャルル引いてないとかだったら、もう、バリクソに言えるんですけど、言えないんだよな。助けて。なだからもう、僕じゃ、よっしゃ、いけ、よっ。わあ。タイになってくれ、明日。ここまで追ってるの。ナナミも今日何回も見た気がする。ちょっともうアレスターの持ち出がなくなっちゃうよ。あーもう、おっちゃんではないか。兄ちゃん、あーベビー、いや、もうダメだ、もう全部出る、他全部取ってくる、もう。やばい、鳥肌立ちや。あー、びっくりしたよ。でもなわけないもんな。4人いるんだもん、ああいう3人と1匹。この足が2本なわけないもん。いや、ちょっとこれでラストにさして。もうちょっと。
いやでもほんとマジ会場で引こう。いや工場、いやつ、まだ諦めんな。もうアレスターじゃないってそっちじゃないんですよ。お前は小次郎使っとけよってことなんか。見てもゼロだよこれ。ぜ見てこれもう この画面で終わってやろもう。なんなのよ本当に。ほらもうゼロでしょこれ。これゼロゼロ。ゼロだから引けるんですよ。あ、染めさんでございます。あ、近い近い近い。逆これで引いていいもう。もうこれで引くわ。もう この画面見よう。すごい画面だなこれ。こんな口元映るんだ。あ、逆にいい、ちょ意外と見えてる。来い来い来い。あるある。もう近いだけ星4キャラクターが。さよならカビティ。全部出るじゃん。ということで、まあ、シンプルに今日の12時からアレスター購入するんで、しかもラック4だったんで、めちゃくちゃ楽にしたいって思いで、さよならグラビティ欲しかったプラス、深夜テンションと、で、あと初めてそのライブでガチャ引いたんですよ。オーブ使うやつ。で、それが相まった結果、ノリで170連してましたね、多分。やばかったな。この時期のモンドリ、しかもニュースとか見ずに170連引くって、あまりにも愚策ですね。で、出てないっていう。で本当は今これ聞きたいんですけど、ね、このノリでこの10連も。ただ今日僕初めてその現地行くんですよ、モンドリ。あと数時間後ぐらいに新幹線乗って、多分新幹線乗ってる時間の方が長いですね。モンドリにいる時間より。それぐらいもう弾丸旅行なんですけども、なんかできれば現地で撮れたら動画撮りたいなと思ってるんですけど、いやーでも出なかったかっていう、ね。もう12時アレスター、これもうお預けかな。フレンドさんのやつ使って。一応あとこのグッチョバ引き換え。あつか、有料部いっぱいあるから。これはまあ引き換えておこう。これなんだ、あ、ちょうど今日モンパスなんだ。いいね。でこのオラゴンがもらえると。あ、そっか、もう現地行くから初めて全部もらえるんだ。やった。毎回僕一体だけで結局使ってなかったんですけど。あ、そっか、それも楽しみだな。ちょシングルだけ引く。もうめちゃくちゃ寂しいですけど、単純に昨日の放送の、ね、ちょっと、やっちゃったな感。それを伝えると、これ僕も単純にこれから今、モンドリに向かう途中なんで、まあ、こうワクワクして撮ってる感じですね。もう何も話すこともないんですけど、まあ、あともうちょっとでモンドリだよっていう。なんだこれ、もう内容も、クソもないですけどね。このユーフェリムの配信したいんですけど、ちょっとバタバタしてるんで、できなそうだな、どうしよう。一瞬取れるか。ということで、モンドリ楽しんでいきましょう。よかったらコメントから皆さんの、まあ、デイリー積み立てとか、さよならグラビティのガチャ結果とか、モンドリ向けての意気込みとかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、先週のところ教えていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったら教えていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよならグラビティ。